こんばんは、さっちんです。今回は韓国のお菓子を食べる第2弾をお送りしたいと思います。まず1つ目はこちら。でもおなじみのマーケットオーリアルブラウニーです。8個入りです。コンビニでこれぐらいのサイズで売ってるのをよく見るんですが、このサイズは初めてです。こぼれちゃった。いただきます。しっとりしててチョコレートが濃くて美味しいです。リアルチョコレート52%。マーケットオーのリアルブラウニーでした。次は
飲み物。今回の飲み物はこちら。ウォルナッツ、アーモンズ、ジョブズ、ティアーズ、ティー。ちょっとなんだかよくわかんないです。とにかく、ナッツが入ってるお茶っぽいです。よく見ると固形のナッツがそのまま入ってます。面白い。ではお湯を入れます。混ぜます。いただきます。甘みは一切なくて、すっごくナッツの香りが香ばしいです。ナッツもカリカリの食感がすごくいいです。日本にはない味ですね。はい、次。ロッテの多分カスタードパイ。日本にもありますよね。
ケージが水玉で可愛いです。いただきます。うん、日本とちょっと違うかな。生地が少しパサッとしてます。味は甘くて美味しいです。ロッテのカスタードパイでした。カスタードパイ？カスタードケーキでした。次、パッケージはなくて袋だけなんですが、持った感じとこの絵の感じからしておっとっとじゃないかなと思います。すごい軽いんです。そしてイルカとかカニとかカメとか海の生き物の絵がついてます。中はこんな感じです。やっぱりおっとっとでした。ただ何やら練り込まれてます。なんだろう、胡椒かな。ちょっと黒いプツプツが見えますよね。ではいただきます。うん、甘じょっぱい。胡椒じゃなくて、これもしかして韓国海苔が練り込まれてるかも。美味しい。これすごく美味しいです。あ、これは止まらなくなる味。
もっと食べたいんですが、まだあと2つあるので、これぐらいにしておきます。韓国版のおっとっとでした。はい、次。スイカのグミ。ジェリー。なんて読むんだっけこれ、忘れちゃった、あとここにジェリー&デリシャスと書いてあります。周りに何やら粉がいっぱいついてますね。酸っぱいのかな。こんな感じです。いただきます。全然酸っぱくなかった。甘かった。スイカのフルーティーな味がして美味しいです。この周りについてるお砂糖がシャリシャリします。スイカ味のグミでした。ラスト。なんだろう。ミルキーみたいな感じかな。牛さんの絵がついてます。かわいい。ミルク。
絵が違うのかな。ちょっと出してみようかな。あ、違いましたね。読めないですが、何やら書いてあります。柔らかい、ソフトキャンディーみたいな感じかな。いただきます。味はミルキーに近いんだけど、ミルキーではない。ミルキーよりミルク感は濃いかな。で、食感がすごくふわふわします。ふわふわ軽い。ふわふわするんだけど、ソフトキャンディーともまた違うかも。日本にはない食感です。ふわふわしているキャンディーでした。ということで、今回は韓国のお菓子を食べる動画第2弾をお送りしました。第3弾はあるかどうかはちょっとわからない。他の国のお菓子もいろいろ食べてみたいですね。それではまた。